特価塾の久保です。えー、今日はですね、リップルについて少し基礎、えー、的な情報を、ね、お伝えしようかと思います。まあ、リップルコインというのはあ今日も値段を上げてましたけども、まあ、このね、一瞬一瞬の値段の上がり下がりに一喜一憂するのではなくてまずはあリップルというものとあと XRP というものが本当にこの人類に必要なものなのかどうかどんな可能性をはらんでいるのかということを1つずつ積み上げていって投資する価値があるのか。 自分の大切なお金をかけていく、そのね、ベットしていく意義があるのかというところから積み上げていこうかと思うんですよね。で、近年、グーグルが出資したことで世界的注目を集めたリップルなんですけども、ビットコインにとって変わる新世代の仮想通貨、暗号通貨として多くの投資家から注目を集めているのは皆さんもご存知のことだと思うんですよ。まあ、一般的にはリップルコインっていう名称で呼ばれている XRP なんですけども、これはあくまで日本国内でのみ通用する呼び方で、 通常はですね XRP の単位が使用されています。リップルコインという名称からも分かるように仮想通貨としての一面ばかりが注目されているんですけども実は暗号通貨としての役割っていうのは一つの側面でしかないんですよね。 で、リップルコインは新しい暗号通貨としての流通を目的に開発されたものではないからなんですこの点から言えば従来のビットコインやイーサリウムとは大きく性質の違う仮想通貨暗号通貨と言えると思うんですよね。ここが一つの特徴なんですよ。 それでは今注目の XRP についてリップルコインについて説明していくことにしますけどもまず一つ目はリップルコインは創業者と運用者が明確化されているっていうところがあります、えー、暗号通貨仮想通貨の大きな特徴っていうのは2つあると思うんですけども一つは開発者が定かではないってところですよね 中央集権ででではななないいいいとととうここすす管理者がんよ、うん、ビットコインも管理者いませんよね、えー、利用するみんなで、えー、認定していく、まあ、あのビットコインマイナーって方がマイニングを行う方が見ていくってことですね、まあ、しかしリップルコインは開発者管理者ともに明確化されていて、えー、暗号通貨仮想通貨の大きな特徴でありかつ懸念材料とされているこの2点の 素性をはっきりとクリアにしているってことなんですよね中央集権でないってことが特徴ではあるんですけども中央集権でないからあの通貨の信用性とか確実性ってのがのが、まあ、薄いんですよねだからあのビットコインでも早く JPY にしたいわけなんですよ日本円にしたいわけなんですよで結局責任を取ってくれる人がいるから通貨ってのは信用が成り立ってるわけなんですよね さあここで一つの例ですけども2014年に経営破綻した東京のビットコイン交換所マウントゴックス社を作った人物がいますけどもこれシリコンバレースタートアップオープンコインインキュベーター INC かが開発管理していて2013年9月に社名がリップルラボラトリーリップル実験所ですか研究所ですかに変更されてるんですよね残念ながらマウントゴックス社は経営破綻したんですけども この代表者はビットコインの創業者と言われているサトシ・ナカモトではないかと言われているぐらい噂があるぐらい有能なエンジニアではあったんですよとなればですねリップルコインが多くの投資家の注目を集めるのもうなずけるかなというところが私がリップルコインに注目した一番最初のきっかけだったですで、えー、2つ目流通方法にもこの大きな特徴があるんですよねリップルイコールリップルコインといった見合いで使用しているのをよく見かけますけどもリップルとは仮想通貨を示す名称ではないんですよ リップルとはリップルシステムを示す名称なんです。要するにプラットフォームですよね。リップルという土台の上に XRP というコインが載っているということなんですよ。リップルコインにあたる名称は通貨単位の XRP を用いた方が適正だと思います。冒頭でも申し上げたんですけども、リップルコインは流通を目的に開発されたものではありません。まあ、それが証拠にですね、リップルコインは ビットコインのように単一仮想通貨としての性質がなく現物として存在してないわけなんですよ。ビットコインはあ通貨としての流通を目的としているためビットコインで、えー、商品購入が可能なんですよね。しかしリップルコインはリップルのシステム運用に使用するために作られた側面が強く商品購入に、えー、購入にですね使用する意図ってのはあんまり見られないですよね。 で3つ目、三つ目ぐらい今日は、ね、言っときましょうかね、リップルシステムってのは何なのかってことなんですけども、そこでリップルコインを理解してもらう上で、重要になってくるのがリップルのシステム、プラットフォームなんですよ、リップルのシステムはどんな通貨でも、お為替取引を安易に迅速に行うために開発されたんですよ、リップルシステムっていうの,のを使うと、すごく迅速なんですよね、スムーズ。例えば、ドルしか持っていなくても、日本円で送金ができると。 相手円送金がでできるんですよこここですよこのリップルの送信システムは 1XRP でもドルや円だけではなくてビットコインまでも送受信することができますこの送受信システムを利用時にリップルコインが必要となってくるということなんですよねだから使えるんですよ従来の暗号通貨の送信時の方法と比較してもらえばその違いをよく理解してもらえると思うんですけどもビットコインを例にとればですね送信時にはビットコインを直接送金しますそして受け取った人はビットコインを 取引所ののを利用して必要な日本円とかドルにに変えててていいくっっう作業が必要になってきますしかしですねリップルのプラットフォームっていうのは送金後の面倒な換金の必要がないんですよねしかも送金時間が数秒といって早いこともあって為替取引では大きなメリットとなってくることは間違いないかなと予測されていますまあ今回ねお伝えすることは以上なんですけどももうその。 この段階で何が何だか分かんないっていう部分もありますけども、私が時間をかけてね、一つ一つ丁寧に説明していこうかと思いますので、今日は5分ほどの放送だったんですけども、あリップルってのは何か分かんないけどすごいんだなと思っていただければ幸いでございます。それでは本日は以上です。失礼します。